こんにちは。カフェマユミの山陰柴犬サニーの玄関先で届いた宅配物を開けるだけのシリーズです。何ですか、サニーちゃん。はい。今日は、なんか、サニーさんも何かしてないと、あれなんですかね、じーっとするのではなく、はい、今日はいつものあの定番の中からご紹介いたします。はい、中よりも本当にもうなんか皆さんねありがとうございます。本当に感謝です。ありがとうございます。もうじき1000回の半分ぐらいになります。1000まで行くにはですね、あと2年はないですけど、あと1年ちょっとですね、ありますね。どうでしょう。とりあえず頑張ります。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。今日はですね、じゃーん。我が家に必ずあるものでございまして、淡路島フルーツ玉ねぎスープです。先日は淡路島、ナルトのわかめをご紹介しました。で、楽天で、なんかこう、キャンペーンみたいなのあるじゃないですか。その時にこう、結構いろいろ買うんですけど、じゃあ、なんか、10個なんですか、10軒のお店を、こう、なんか、ちょっと、なんとかって言いますね。何でしたっけ。もう本当、年取ると忘れます。なんかこう、もうごめんなさい。はい。で、そういう時にですね、1000円グルメとかそういうのがあって、いつもその1000円グルメを見てなんか美味しそうなのあるから、普段は買わないけど、あ、ちょっと味見してみたいなとか、こうチャレンジをしてみます。正直ぶっちゃけ、五分五分ぐらいですね。五分五分。五分五分じゃないですね。3ぐらいでしょうか。1/3は、あっちゃーって思うのがあって、1/3は、お、これいいねーと思って、定番になるものがあり、1/3は、まあまあかなーぐらいな感じで、こっちの1/3ですね。それの一つが、これです。淡路島玉ねぎスープです。ん？興味ない？これは、30食入りなんですよ。で、中には、同じようなもので、40食入りとか、50食入りとかもたまにあるんです。で、いくつかいろいろ買ったんですけど、この30食の淡路島フルーツ玉ねぎスープに落ち着きました。もう別に普通に、200cc のお湯に溶いて、ということで、前のやつが、まだ、もうちょっと、3つか4つか5つぐらい残ってるんですが、これ家にあると安心ですね。普段は、だいたい、スープは、味の素のコンソメスープを使います。キューブのやつですね。で、夜のこう、洋食系の時にスープを作るんですが、まあ、玉ねぎとかトマトとかなんか野菜とかその時々のセロリとかなんかいろいろ入れてでコンソメで作りますが、まあ、コンソメばっかりだと味に飽きるんで時折このフルーツ玉ねぎスープ昨日はコンソメが切れていたのでこのフルーツ玉ねぎスープにその前に配食材室さんで買ったハーブいろいろハーブのやつとかを混ぜて作りました。美味しかったです。それとか、たくさん作るときは、コンソメとこれと合わせて、いろんな味がある方が味に深みがあって、美味しくなりますよね。で、私は夜はあんまりスープは飲まないです。うちの夫ハチが、なんかこう、野菜を食べないといけないんじゃないだろうか、みたいな感じで、必ず食事が出たら生野菜からだ。生野菜を食べて、で、それからメインに行ったりとか、あるいは必ず野菜たっぷりのスープとかです。
私はそれほど飲まないですけど、だからスープが残る時があります。こういうスープが残って野菜が入っててスープが残ってたら、翌日は例のあの、インディアンカレー粉。あれすごい美味しいですね。インディアンカレー粉を入れるだけ。あとはちょっとケチャップとか、醤油とか、ソースとか、なんか、ちゃっちゃっと入れてやると、小麦粉を使わない、すごく美味しいスープカレーができます。はい。ということで、はい、いや、暑くなりましたね。もうすぐ7月になりますよ、サニーちゃん。どうしますか？ね、暑い暑い。よしよし。もうこの前もね、毛をたっぷり取りました。結構皆さんにご覧いただきましてありがとうございます。でも、もう本当にうちの中がね、毛だらけで、ね、でもそれでも、ああ、毛が大変めんどくさいなぁと、それをはるかに凌駕する、この可愛さです。色。いかがでしょうか。いや、本当に親バカというのは親バカでございましてね、昨日も夫ハチと話しておりましたが、この3人を、この子だけ見ると、ああ、なんて可愛いと思うんですよ。でも、山陰柴犬の、こう、鑑賞会とかで、山陰柴犬だらけの中で見るとね、って感じで、山陰柴犬ではなく、信州毛柴犬ありますよね。信州毛柴犬がばーっとあるところに、あの、信州柴犬の展覧会があるんですが、その展覧会とかにね、行くとね、ちょっと、はぁ、立派な犬ばっかりだなぁ。ね、三人ちゃん。はい、いい子、いい子。という感じで、ね。ね。あ、ため息つきました、また。ね、よしよし。あれ、わかるのかな？なんか、ちょっとなんか、私が自分に対してネガティブな発言してるなってわかるのかな？そんなことないですよ。ね。そんなことないですよ。一番可愛いですよ。はい、はい、はい。ということでございまして。ご機嫌直してください。はい。笑って。笑わないよね。あ、そうそう。サニーちゃんよ。もう一遍、ちょっと、この前にやってみますか。猫。タヌキ。タヌキはあっち。猫はこっち。お客さん。お客さんが来たよ。もう全然信用されてないです。はい。ということでございまして、最近なんか私がこういう高校のを紹介したら、買われる方が結構いらっしゃる。まあ、知り合いの人ばかりですけど。はい。美味しいです。淡路島。なんて言ったって淡路島ですよ。淡路島、玉ねぎが美味しいじゃないですか。淡路島の玉ねぎもまとめ買いをすることがたまにあるんですけど、やっぱり、高齢者夫婦ではなかなか食べきれないけれども、うち玉ねぎ大体食べます。大体毎日2人で1個ぐらいは玉ねぎ食べます。玉ねぎ、あの、血液サラサラ、なんて言うんですっけ、あれ、コルセチン、なんだっけ、なんかありますよね、玉ねぎサラサラ成分、サラセチン、なんだっけ、なんだっけ、また調べて書いておきます。はい。血液サラサラの玉ねぎスープでーす。はい。ありがとうございました。はい。カメラの方見ようかね。はい。はい。はい。こっち見て。はい。あー